人生にサプライズをまこなりです。今回はなぜ IT 企業社長が有名女優と交際結婚できるのか、10年以上 IT 企業界隈にいて IT 社長というカテゴリーでくくられることもある私が知ってることを話そうと思います。今日話す内容としては、なぜ IT 企業社長は女優と付き合うのか、どこで女優さんと出会うのか、なぜ IT 企業社長はモテるのか、あなたが有名女優と付き合うにはどうしたらいいのか、このあたりを中心に話そうと思います。有名芸能人と誰かが付き合ってるみたいなゴシップ話、みんな好きですよね。こういうゴシップ話ってメディアの PV 稼ぎになるだけなんで、基本時間の無駄だと思っています。そんなことはね、みんな分かってるんですけど、つい見ちゃう。でもなぜ見ちゃうのかというと、結局嫉妬なんですよね。知名度と好感度が高い人と付き合うっていうのは、今の世の中ではステータスになるんで、いいな、悔しいと、その嫉妬がバズを生んでしまうんです。そして今私もそこにこの動画を出すことで加担してしまっています。と、私はこういうゴシップネタはあまり取り上げないスタンスでずっとやってきたんですけど、今年からは皆が関心を持っているところを出発点に前向きで役に立つ話をするのもありかなと考え方を変えました。ちなみに私は芸能人の方、特に女優さんに関してはすごく疎くて、仲間からもいつも嘘でしょうと言われるんですけど、最近話題になったある IT 社長さんと結婚で話題になっている女優の N さん、はい、全く存じ上げませんでした。嘘でしょってみんなに言われました。まあ名前の音は聞いたことあるかなくらいです。いや本当世間知らずですいません。いやね、鬼滅そんなに面白いかなって思ったくらいから世間とのズレを感じ始めていたんですけど、もうね、私おじさんのようです。いや、おじさんは女優さんとか詳しいのかな、もうなんだろうな、枯れた仙人ですね。ちょっと前に芸能人の方の誕生日会に呼んでいただいたことがあったんですけど、知名度の高い有名な芸能人たくさんその場にいたらしいんですよ。でもね、私だけみんな誰ってなってしまって、1時間ぐらいで帰りました。まあ、私の方が誰って感じだったんでしょうけど、属的なものに興味ないぜアピールをしたいわけじゃなくて、ただね、事実として私は知らないんですよ。困ってます。今話したように私は芸能人に興味が薄いというか、もう知らないんですけど、やっぱね、この IT 界隈に長くいると、いろんな社長の話聞くんですよ。居酒屋トーク的な感じで、実は誰と誰が付き合ってるらしいとか。私 IT 企業家の方のサービスはね、結構知ってる方なんで、その社長と面識はなくても、その会社と社長はね、意外と知ってたりするんですよ。そんないろんな話を聞く中で、誰とどの芸能人がどうやって出会っているのか、そういう具体的な話、これまでたくさん聞きました。 IT 企業の社長がどういう感じで芸能人と会っているのか、大体ね、見当つきます。もし誰かに芸能人有名女優と付き合いたいならどうしたらいいんですかと質問されたら、アクションプラン分かります。では前置き長くて申し訳ないんですけど、本題です。まずなぜ IT 企業社長は女優さんと付き合うのか。結論言います。 100% ステータスです。カッコつけです。俺は価値あるモテる男やぞと世間に、周りの人にアピールしたいんです。そうやって言うと、当の本人はいやいや、ステータスとかじゃないですよと、その人の心を愛していて、たまたまお仕事が女優さんだっただけですよと、トロフィーワイフじゃないですよ、バカなことを言うなって反論すると思うんですけど、絶対ダウト、一歩も譲りませんよ。僕はその人のことを愛してるって気持ちがあるのは本当なんでしょうけど、それに加えて男性が女性に対して、あなたは私のステータスのために付き合ってる、結婚しているなんてことを言ったら、もうぶっ飛ばされます。絶対本人はね、言わないし認めないでしょうけども、でもね、カッコつけたい気持ち絶対あります。だって普通に IT 社長を真面目にやってるだけだと、有名女優と会うことなんて 100% ないですから。私21歳くらいの頃に IT 企業を創業して、一定の規模まで持っていくことができれば、モテモテで毎日女優さんのデートできるのかなとか思ってました。頭の悪い妄想ですよ。もう当時バカガキだったんで、インターン先の社長に、やっぱ社長レベルになると毎日芸能人とかとデートしてるんですかって質問したら、わけないだろバカ野郎と言われました。またまたそんなこと言って、実は裏でいろんな人と会ってるんでしょと思ってましたけど、ただ IT の分野で会社を創業して、会社を大きくしただけで、芸能人との関わりなんてまずないです。だって関係ないですもん。キャスティングして CM を作るときにご挨拶するくらいじゃないですか。あ、でも芸能関連のビジネスをしているのは別ですけど、女優と付き合うような IT 社長は間違いなく芸能人が好きです。そういう人と付き合うことがかっこいいと信じていて、主体的に行動してます。絶対です。 IT 社長が道歩いてて有名女優と出会うとかないです。みんな言うんですよ、たまたま偶然出会ってとか、
か。嘘をつです。いいじゃないですか。社長がステータスを求めて行動して何が悪いんですか。ランボルギーニに乗るのも、夜景の綺麗な無駄に広い部屋に住むのも、役に立たないハイグレードなクレカをお会計時にチラ見せするために年会費を払うのも、思いだけのバカ高い時計を身につけるのも、素人には違いがわからない高いスーツを着るのも、自分がかっこいいと思ってるからですよね。何か悪いことですか。なぜ女優さんと付き合うのか。それがかっこいいと思っているからですよね。いいじゃないですか。かっこつけずに堂々と行きましょうよ。自分の欲を変に隠すよりも潔く認める方が私はかっこいいし好感度高いと思います。誤解のないように言っておくと、 IT 企業社長がかっこつけたいだけの横島な気持ちで有名女優と付き合ったりしているんだ、結婚しているんだと言ってるわけじゃないですよ。そんな気持ちもあったでしょと言ってるんです。それに対して善悪もないです。一体どこで IT 企業社長が女優さんと出会うのかという話をします。 IT 社長との交際報道を見ると、ほぼ間違いなく共通の知人を通じてって書かれてますよね。誰だよ共通の知人って。有名女優と知り合いの知人います？あなたの周りにいないですよね。私も昔不思議だったんですけど、これが実はねいるんですよ。芸能人や大きな会社の社長みたいな一定のステータスのある人を日々日々集めるのが好きな人たちがいるんです。こういう人たちは小さなホームパーティーとか食事会を設定するんです。彼らは決して悪い意味で言うわけじゃないんですけど、知名度が高くてステータスの高い人たちに囲まれているのがシンプルに好きなんです。お金持ち、芸能人大好き、そういうつなぎ役のポジションの人は男性も女性も両方います。男性は一見何をやってるかわからない会社をやっている人だったり、上場企業、有名企業の社長だったりもします。俺はこんなすごい人たちと仲がいいぜアピール。女性でつなげる側の人はどんな人かっていうと、綺麗な女性の知り合いがたくさんいて、ステータスのある社長さんや俳優さんと女性をつなげます。こういう人たちを世間ではアテンダーと呼ばれることもありますけど、つなげることでフィーを取ってなりわいにしているかというと、実はね必ずしもそういうわけじゃないんですよ。ただ本当にすごい人を集めるのが好きでやっている人が多いです。私もですね、日本で知らない人はいない超有名芸能人とめちゃくちゃつながっているって人と出会ったこと数回これまであります。ツーショット写真めちゃめちゃ見せられました。名だたる人たちとのツーショット写真、どれだけ仲いいかを気持ちよさそうに話していました。こういう人は悪い人じゃないんですよ。会うとめちゃくちゃいい人です。人を傷つけること言わない、コミュニケーション能力が高くて、レストラン、ワイン、ゴルフ、いろんな趣味に精通しています。芸能人の誕生日には必ずたくさんの人を呼んでお祝いを開いてあげたり、もうね人生の時間の大半をすごい人とのコミュニケーション付き合いに使っているんですよ。だから芸能人にも重宝されて好かれてるんです。あとは人を巻き込んでいくグイグイ力がすごすぎる。外交的で自己主張の強いエクスプレッシブタイプの人が多いです。仕事で結果を出している人も多くて、単純に人間としての能力が高いんですよ。人と人をつなげる能力が高くて、芸能人やお金持ちが大好きな人、これが共通の知人の正体です。女優さんと出会うなら、こういう人たちのコミュニティにいかに入っていくかがポイントになります。 IT の創業社長をやっているっていうのは分かりやすいステータスなんで、紹介しやすいじゃないですか。そういう人はコミュニティに入りやすいです。でもね、それだけじゃダメで、芸能人と縁がある人たちと仲良くなるコミュニケーション力、自分の得ばかりを優先しないギブ力ないと、良い人と出会うことはありません。周りからあの人はすごいいい人だよねと思われるくらいじゃないと、そんなねいい出会いなんてありません。いや本当に今回誤解させたらすいません。 IT 企業社長全員が今話したような知人経由で有名芸能人と知り合ってるわけじゃないですよ。でもこれだけは言わせてください。 IT 社長本人が芸能人大好きで、その方面との出会いを増やそうとアクションしない限り出会うことはないです。次に、なぜ IT 企業社長はモテるのかっていう話をします。結論、魅力的で人たらしだからです。でもね、先に言っておきたいのは、 IT 企業社長が全員派手な生活をしてモテモテな毎日を生きてるわけじゃないってことです。お金もステータスもあるんで、まあ、モテるかモテないかで言うとモテるでしょうけど、例えば起業する前から付き合ってる人と結婚して遊びに行かず家庭を大事にしている人もたくさんいます。 IT 社長というだけでなんか浮ついてチャラチャラしたイメージがありますけど、そんなことはねないです。私ね、たくさんの IT 企業の社長を知ってますけども、結構ね真面目な方が多いです。真面目がいいとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、事実として派手な生活をしている人ばかりじゃないよってことをお伝えしておきたいです、名誉のために。でもね、一部の人は派手ですね。
飲み会、食事会大好き、毎日会食、芸能人や一流の人とどんどん出会っていくのが大好き、ここにですね IT 企業社長、その人自身の魅力の掛け算が加わるとね、モテますね。そもそも起業して一定の規模の事業を作り上げている時点ですごい優秀でシンプルに能力高いんですよ。リーダーシップがあってコミュニケーションうまい、堂々と自分の道を突き進む姿を見せたかと思えば、ちょっとねお茶目なところもあって助けたくなる、学歴も高めで教養もあって趣味も多くて世の中のことをよく理解していて傾聴するのがうまい、どんなコミュニケーションをしたら好かれるのかをもう完全に理解していて、それを呼吸するように実践することができる、もう息してるだけで周りに好かれていく、さらに言えば筋トレをしていて体が引き締まっている、服装肌髪型にも気を使っている、シンプルにスペック高いんですよ。社長もねいろんなパターンがあって、めちゃめちゃクレイジーでも話が通じない人とか、感情的になると手がつけられないメンヘラタイプの人とか、いろいろいるんですけどね、基本何かの能力が高い人が多いし、一言でまとめるんであれば IT 企業の社長魅力的です。単純に人間力が高い。まあでも中にはね、あまりにもチヤホヤされすぎたせいか、会社の規模を拡大して使えるお金が増えるにつれてどんどん傲慢になっていく人もいます。女性に対して対応が荒い人の話も何度も聞いたことあります。私の昔からのある女性の友人は、とある IT 経営者と同じタクシーで帰るときに途中でこう降ろしてもらうみたいな話だったらしいんですけど、家に来てくれないと今日は返さないってことでタクシーに10分以上監禁されたそうです。そういうことをした人の噂ってもう一瞬で広がります。みんなすぐ話しますから。でね、 IT 企業の社長って執念深いんですよ。自分のことを信じてないと起業なんてしませんからね。これをやりたいと思ったらもういかなる手段を使っても何としても実現させようとする人が多いんで、普通の人がためらうようなところでもアクセルをねブンと踏み込みます。有名女優と出会いたいと思ったら、もう知り合いがいないかも片っ端から聞いていって、なんとか会う約束を取り付けるくらいわけないです。だってそれって起業家が資金調達するときに投資家にお前のビジネスはうまくいかないとひどい言葉で断られ続けて もう諦めずにもう何百社も投資家を回ってなんとか資金調達を成功させるとか、まあ、そういうことでねやってること変わりませんから、その程度のことができないでなんで起業したって感じです。もしそんなエネルギーにあふれた優秀な人が絶対に有名女優と付き合うんだって真剣に行動したら、それは実現します。では最後に、あなたが有名女優と付き合うにはどうしたらいいのか、芸能人と付き合うのがそもそも幸せなのかというそもそも議論はここでは一旦置かせてください。芸能人と結婚したいっていうのはプロスポーツ選手になりたい、大金持ちになりたいっていうのと同じで、男ならね誰もが一度は想像することがあると思います。有名女優と付き合うための最短経路はどこなのか、この一つのことをやれば絶対に芸能人と付き合えるみたいな魔法はあるわけないんですけど、あえて私なりの見解を一言で言えば、人間力の高いいい人になるしかないです。しかも異常なレベルで、有名な女優さんと出会うために IT 社長になるとか、お金を稼ぐとか、ハイステータスの飲み会に顔を出して仲良くなるとか、いろいろね言うことはできるんですけど、まずはね自分の人格を磨く努力をするのが全てのスタート地点です。具体的に言えば、いつも笑顔で堂々と話す、相手の目を見て話す、毎日会う人に挨拶をする、お礼を必ず言う、誰よりも結果にこだわって一生懸命仕事をする、人の悪口を絶対言わない、早寝早起きする、本を読んで教養を深める、他人に横柄な態度を取らない、清潔感にこだわる、食生活にこだわる、運動習慣をつける、他人を変えようとせず自分を変えようとする、他人に正解を求めずに自分の頭で考える、リスクを恐れず何度でも挑戦する、みたいなね、誰もが分かっている当たり前のことをちゃんとやることです。もちろんねこれ全部完璧にできている人なんていないわけですけども、今言った全項目を少しでもよくできるように努力をし続けるしかありません。有名女優と付き合うためにこれだけのことを全部やっていくっていうのはもうどんだけ執念深いんだって感じなんですけど、私がここで言いたいのは、自分を磨き続けた先にしか優れた人との出会いはないよってことです。私が直接知っている有名芸能人と交際したことがあるって人って、単純にね悔しいんですけどめっちゃいい人多いんですよね。男性にも好かれている、ムカつくぐらいいい人、挑戦してる人が多いんで、時にはねうまくいかなかったりうまくいったり、そういう浮き沈みは人それぞれあるんですけど、みんなね人のせいにせず自分の夢を叶えるために逃げずに努力しています。自分が変われば付き合う人も変わるんです。これはね全ての人に言えることです。そもそもね芸能人有名女優と付き合って結婚することが幸せなのかっていう話もねしておきます。そんなの人それぞれだろうというのはもう真実なんですけど、人それぞれで終わらせるのはつまらないんで、私の考えを言っておきます。自分のステータスのウェイトが高い状態、もしくは結婚に幻想を持ちすぎている状態で結婚
すると最初は良くても長期的に良い関係を築くのは難しいだろうなと思います。あくまでこれ一般論ですよ。どんな美人もイケメンも一緒にいると半年で慣れます。お金持ちのリッチな生活慣れます。お金持ちなんてね、上には上がいますからね。相手のステータスや容姿、経済力だけで良い人間関係を維持するなんて難しいです。結局のところね、お互いにウィンウィンの関係を作ろうとする努力を続けられるかにつきます。加えてお互いの価値観が合っていて無理しすぎていないかってところを見極めないと、誰かと一緒に生きるってのは本当にね難しい。人間関係についてね、よく私発信してるから、未婚なのによく夫婦関係の相談受けるんですよ。いやー難しいですね。誰かと一緒に生きていくっていうのは、どちらかが相手へのリスペクトを失った瞬間に簡単に人間関係で壊れてしまいます。子供ができてホルモンバランスの変化とか環境の変化とか、そういうことでね関係が壊れてしまうこともあります。結婚するだけが人生の正解じゃなくなった今の時代において、夫婦でいい関係をね維持するっていうのはもう並大抵のことじゃありません。もう結婚するっていうのは、人からお金を借りてゼロから起業するくらいの気持ちで取り組まないと、幸せな結婚生活の維持なんて無理です。周りからはキラキラして見えるような夫婦も、実際ね内情はそんな楽じゃないことがほとんどです。私はよくお勧めしているんですけど、良い関係をキープするために毎月夫婦でカウンセリングを受けた方がいいと思います。もう毎月のように有名な女優さん俳優さんが誰かと付き合った結婚したみたいな話ありますけども、断言して言えることは、結婚が幸せなんて 100% 幻想です。ウェディング業界のマーケティングです。強いて言えば、結婚式当日がなんかワイワイした雰囲気で楽しい、まあ、それだけです。結婚して幸せになるなんて思ってるから、良い関係を作る努力をしなくなるんですよ。結婚はこれまでと違う人生が始まるだけです。良いも悪いも幸せも不幸もありません。一人で好き勝手生きる人生から、他人の痛み喜びを自分の痛み喜びと考える人生がスタートするだけです。誰か一人の人と向き合うことで得られるものもあるし、失うものもあります。有名な人と交際したり結婚したりして幸せになるというのも 100% 幻想です。人間というのはつい誰かの交際結婚ニュースを見ると本能的につい注意をね向けてしまいがちなんですけど、落ち着いてください。結局のところ、自分がよりいい人でいる努力をし続けるしかないんです。人は人、じゃあ自分はどうするのか。自分は自分の人生をより面白くするために、夢中で生き続けるために今日から何をしますかってことしか考えなくていいんです。まずね、目の前のことに集中しましょう。こんな動画に釣られている場合ではありません。そして私もこんな動画を作っている場合ではありません。最後までご視聴ありがとうございました。